ちょっと時間を置きますよ。みんなが来るまでちょっと時間を置きますよ。はい、ただいま。ただいま。みんなが来るまでちょっと時間を置きますよ。ちょっとお茶でも飲んで待ってようか。少々お待ちを。うわ。よいしょ。それでは、改めまして、皆さん、こんばん、おはよう。こんばんは、ドラゴンクエスト10、第5期初心者大使の松川貴教と申します。では、続きをいきます。キマール、僕は、レイダメティス。そうか、ランドン山脈も通り道になっているのか。見ろ、山頂に触れそうだ。レイダメティスが少しずつ下降を始めているんだ。光の防壁ではこれ以上レイダメティスを防ぎ続けることはできないだろう。グレンジャーも長くは持たない。明日に備えなくても、もうゆっくりしてはいられない。アテレコしていくスタイルだよ。ベルジュ、最後の術師は、ランドンフットの北西部にある荒野の集落に身を寄せているガミルゴという男だ。だがガミルゴは人間である君に簡単には手を貸してくれないだろう。心配は無用だ。フォステール、世話になったな。行こう、キマール。お、ちょっと仲良くなったな、たぶん。なんだよ。変なこと言ったか？誘わなくたってどうせついてくるんだろ。時間がない。早く行くぞ。あ、さっきルールは登録しとけばよかったね。本当に。エルジュにはこれから先さらなる苦難が待ち構えているだろう。どうか君が彼の支えになってやってくれ。と思ったんだけど、大国のルーラストーン1個消しちゃうから、やっぱこれでよかったんだよ。じゃあランドフント行きまーす。そうだね。
よし。はい。中年太りみたい、確かに。なるほどね。障子にしたらヒゲが生えるのね。お腹出てる。結構体型だらしないよね、こう見ると。さあ進めていこう、進めていこう。ひげも程よくだらしなさを出してる、確かに。でも、オーガの時も結構なんか普通に可愛いケツしてたぞ。もう、さっき喧嘩を吹っかけてしまいそうになったから。こいつ、この中が、ガミルゴ、お前か。ドルガー、バックス。人間め、何の用だ？ガミルゴ様は人間とは話さん。切られたくなければ失せろ。もう相当嫌われてますね、やっぱり。人間よ、何しに来た？本来ならば我が剣の錆にしているところだぞ、され！ところだぞ、され！噛んだ。クリポだよ。クリポだよ。人間め、何の用だ？ガミルゴ様は人間とは話さん。人間よ、今すぐ立ち去るのだ。さもなくば我が剣で。まあ待て、二人とも。お前の帽子、うんこみたいだな。人間どもがここに来やがるとはなかなかいい度胸じゃねえか。一体何しに来やがったんだ。術師ガミルゴとお見受けする。ハジャブネ師ベルンハルトの息子、エルジュ。継承の儀を受けに来た。ああ、お前がエルジュか。ベルンハルトがよくお前の話をしてたぜ。自慢の息子だって言ってな。そうか。継承の儀をやってほしいのか。ご父の人？あ。あ。やらん。なるほどな。フォステイルの言う通りだ。人間には力を貸したくないってわけか。だがガミルゴ、僕は急いでいるんだ。継承の儀を行うための条件があるなら、もったいぶらずに早く言ってくれないか。貴様は何だその態度は！条件ならあるぜ。大事なものを取り返してほしい。だがお前にできるかな？取り返してほしいもの。それは我が祖国、グレン城だ。グレン城？我が祖国だと？何を言っているんだ？あそこは僕たち人間の城だ。人間め、よくも抜け抜けと！ああ、何にも知らねえんだな。やれやれ、人間は汚ねえぜ。都合の悪いことは全部隠しやがる。おい、半人前のハジャブネ氏、お前に教えてやるぜ。俺たちが人間を信用できねえわけよな。あのグレン城はもともとオーガの城だったが、世界の大半が炎に焼かれたとき、俺たちは城を解放し、他の種族を受け入れたのさ。そしてみんなの協力で何とか生活していた。だがある時人間どもが本性を現しやがったな。水の配分に不満を抱いた人間どもはいきなりグレン城を乗っ取りやがった。そして他の種族を城から追い出したのさ。バカな、そんなことが。俺たちをこんな平凶に追いやりやがって、自分たちが困ったら協力しろとは虫が良すぎるぜ。そう思わねえか。俺は人間に戦を仕掛けるぜ。そしてグレン城をこの手に取り戻す。分かったらとっとと帰んな。
マテが見ること。今は戦争などしている場合ではない。グレン城をオーガに返還するよう、僕が使用動画を説得してみせる。ずいぶん簡単に言うな、小僧。僕は本気だ。もう時間がないんだ。面白い。その話乗ってやる。小僧ごときに何ができるか見せてもらおうじゃないか。お前がグレン城を俺たちに返還できたら俺も戦をやめよう。継承の義務をきっちりやってやるぞ。行こう、決まる。あの小僧はベルンハルトによく似てやがる。こっちまで毒気を抜かれちまう。おい人間、お前らの話に乗ってやる。本当にグレン城を俺たちに返還できたら継承の義をやってやろうじゃないか。さあグレン城に戻ってあの使用童話を説得してみるがいい。お前らにできるもんならな。できないと思うんだよな、こういう時。神は分け隔てなく人間の声にもその耳を傾けるでしょう。地味に皮肉ってるよね。髪とひげの色を合わせなさい。すみません。なんか眉毛染め忘れちゃったみたいになってるよ。こんばんは。でもまあ戦争っていうのはこういう風に起きていくんでしょうね。オーガなのにオーガ戦士じゃない。審議かけていい？痛みなら何とかしてくれる。塩ドア。荒野の集落にいる王がたちから聞いた。この城は彼らの城だったんだな。このままでは戦争が始まる。リーダーのガミルゴは王がたちを率いるこの城を奪い返しに来るつもりだ。わざわざそれを伝えに戻ったのだ。ご苦労なことだが、あの程度の数の王がなんか恐るべにたら、降りかかる火の粉は払うまでだ。もう下の筋肉がバカな。すぐにこの城をオーガに返還するんだ。今は種族同士で争っている時ではない。お前が私に説教か。まるでベルンハルトのようなことを。確かにお前の言う通り、私はこのグレン城を武力で奪った。そして水を独占し、人間以外の種族の多くのものを死に至らしめたのも私だ。しかしお前たちに私が責められるか。残された水はわずかだった。あのまま何もせずにいれば共倒れになると分かりきっていたのだ。私は人間を束ねる者として同族を守ることを優先した。理想より大事なものが私にはあったのだ。ふざけるな。大事なものがあるのは誰だって同じだ。もう一度言う。城を返還しろ、塩堂は。ここは僕たちの人間の城ではない。父と同じで物の頼み方も知らんのだな。要求があるのならまず頭を下げる。お前の子供じみた正義感など聞きたくもない。だがそれでも人に何かを頼むのなら、まずは相応の誠意を見せるのが筋だろう。この場で私に頭を下げ、生涯の復讐を誓え。父とは違い、信念のためなら誇りをも捨てられる人間だと、この場で示してみせる。おお。な。そんなことできるものか。お前に復讐など、死んでも誓わない。塩童話様にご報告です。レーダメテスの火口は全く収まる様子がありません。我々の光の防壁もすでに限界かと。なんだと。
見たことか。お前の計画じゃ何も解決しない。父さんは間違ってなかったんだ。うぬぼれるな。たとえ継承の儀を終えても、お前の破舎船ごときではレーダメテスにたどり着くことすらできん。ひまわる、僕の部屋に来てくれ。考えがあるんだ。そしてこの服装である。どっちが正しいとかどっちが正しくないとかはないと思う。来てくれたか、キュマール。シオドーアを説得するなんてどうせできっこない。僕らだけでレーダメテスに突入しよう。最後の継承の儀は諦めて今の力のまま飛ぶんだ。坊ちゃん、何を。それで無事に戻ってこれるとお思いなのですか。ランドン山脈の山頂がレーダメテスの通り道になっていたのを覚えているか。あそこからレーダメテスに向けて破舎船を飛ばすんだ。あの高さからなら僕の破舎船でも届くかもしれない。前に父さんが言っていた、あの炎の中にいる守護者を撃てば、レーダメテスは力を失うはずだと。でも君と旅して分かったんだ。僕は非力でそんな相手を倒せる力なんてない。だから。ヒマール、この通りだ。レーダメテスに乗り込み、その守護者と戦ってほしい。僕を信じて手を貸してくれ。すっげえ入って普通にいてえけど、ちょっといい絵が見てえ。そうか。いや、いいんだ。嘘だろ。これは僕が始めた戦いだ。一人でランドン山脈へ行くよ。きっと守護者を撃ってみせる。待て。じゃあな、キュマール。いろいろ助けてくれたことを感謝してる。マジか。マジか。いつの間にかご立派になられて。それだけ決意が固いのなら私はもう止めません。どうかお気をつけて、ご分をお祈りしています。ああ、カイ、ありがとう。え？嘘だろ？嘘だろ？ちょっと待って。嘘。マジか。いや、いい。ランドン山脈に行く、このまま。キャラ作り直すのはないだろ。うわ、何この。絶対だっていい絵にした人いるでしょ。いい絵にした人絶対いるでしょ。もう人間になって変わっちまった。嘘だ、絶対いい絵やった人いたはずだ。そう、人生にやり直しは効かないんだよ。うわ、つらい。
いいや、もうこれからははいと言え、アンケで選ぶもん。もうアンケで選ぶもん。もうこれから全部アンケにするもん。はいと言え来たら。リズム悪いわ。確かに。すげえ怒られてるよ、もう。なんだこれ。特に何もないのか。まあ、家初めて見たからよかった。はいと言えとラーメンが食べたいだったら絶対ラーメンが食べたいが一番多くなるだろう。そうだな。いや、大丈夫。いいえと言っておきながら一人で行ってなんかこう頑張ろうとしているところに助太刀に行く。主人公の鏡だよ。何ラーメンが好き？これね、何ラーメンが好き？俺ね、ちょ、延長しとく。何ラーメンが好き？本当ものによるんだよな。デザートコース。まだ。ラーメンだったら今までで一番美味しかったラーメンは鶏白湯とあとトマトラーメン。パイタンベースだったね。そう、そのラーメン屋にクソハマりましたね。でもこっち来てからは本当にいろんなラーメン屋さん行ったな。ふふふ。何そのラーメン。なんかね、北海道のラーメンで屋でケセラセラっていうラーメン屋があるんだけど、そこはめちゃくちゃうまい。ていうかそこのラーメンが今のところ俺の人生の中で一番美味しくて。変わってない。だけど東京だったら美味しいのは、俺が一番好きなのは、とりあえずトマトラーメンは別枠で普通に好きで、天下一品は食べたことあるよ。天下一品は食べたことあるけど、なんかね、ジャンル違うんだよな。四代目圭介さんとか、マグロラーメンとか、ケセラセラが塩。鶏ベースの塩みたいな感じかな。
新宿界隈だったら、ナギとか美味しいよ。煮干しラーメンの。ナギさんとかめっちゃうまいですね。いや、でも、ケセラセラは食べた方がいいよ。北海道にお住まいなら。あと、信玄を食べに行ったんだけど、信玄は美味しいんだけど、なんか、俺、北海道民だから、なんか、こう、慣れ親しんだ味だった。カエンムカで。そう、天一はね、なんか、ラーメンっていうか、天一を食いてっていうジャンルになる。回転は十分です。いいね、こっちの方がいいね。どうしてくれるんだ、気がある。いや、ごめんな。え、だって聞かれたんだもん。ラーメンだったら何ラーメンが好きって。答えるでしょ。まあ、そろそろ朝ごはんの時間だよね。さあさあ朝だよー。朝ごはん。朝ごはん。しっかり食べよう、朝ごはん。朝ごはん。そうだね。はいと言えとラーメン食べたいの人だね。ベビーサラマンダー。氷つけ、爬虫類。ティーがある。あ、そうなんだ。そうなってしまう。いや、俺もラーメン食べたくなってきたなぁ。大山の神抜ける。愛されてんなぁ。本当に愛されてるな。なんかそろそろね、なんか最終決戦な気がしてきた。映画防御あんま使わねえな。いや、これ。
来てくれたか、キュマール。じきにレーダメテスがやってくる。それまでここで待とう。キマール、こんな時に話すことでもないけど、少し聞いてくれないか。僕はずっと人に認めてもらいたくて必死だった。その気持ちだけで今まで生きてきたんだ。だから少しでも反対されると我慢できなかった。自分は誰にも必要とされてないんじゃないかとさえ思えてきた。思えた。けどキマールと旅をして少し分かった気がする。本当の誇りとはそんなことで失われるような安っぽいものじゃない。だから僕は僕にできることをする。父さんの意志を継いで、世界中で苦しむみんなのために。立派になったんだ。来たぞ、レーダメテスだ。まだだ、まだ高い、あと少し。今だ。ああ、いいですよ。いけ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 。はあはあ。暇ある、今だ、早く乗れ。やれんのか。おお、すげえ。おお、僕も戦うからな。なんだここは。このマップはパーティー専用エリアです。守護者のいるマップに2時間以内に到着しないとマップは消滅、最初からやり直しになります。なんだと？これは？出てません。ここまで来たらもうやったるわ。強いな。ほら。重いな。いいね、効いてるの。重てえな、こいつ。やばい。ちげげ。
ポンっつって。ああ、そっか。浸透滅却使えるのか、あいつには。そうだね。必須スキルあるの？盗賊上げてこう。上げてくけど、ちょっと待ってね。そうだね。先長そうだから逃げるのもあり。あ、もう当たってしまった。群れ？猫耳から殺そう。ちょっとおかしな集めてる。うお、やば。それはちょっと予想外でした。やばいな。あ、これ。は。なるほど。ちょっと探索しよう。よし、ここからもういけるだろう。アクセルギアめっちゃ効いてるよ。32個。
あ、おやすみ。潜水持つだろうが、ほんとそれな。それが一番怖いところですよ。おはようございます。嫌な予感しかしねえ。嫌な予感しかしねえ。諦めねえのこいつ。諦めねえか。諦めねえのか。まだ諦めねえのか。くそ、諦めねえのか、まだ。上げた魔法を使ったけど、それに加えて浸透メイクすればまたそれの分も加えられる。つなげて、あ、ほう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 ほうほう、なるほど、やる気か、やる気だな。緑に燃えるはエンサの全ての炎が消えしとき道は開かれ。ほう、なるほどな。お前を倒さなければ炎が消えないということ。
なるほど。なるほど、なるほど。26か。命を使っていく感じあるね。ギリギリのラインを狙ってる感じ。そうだね、魔法系のバービーだもん。はい、ここがまず1個目でしょ。じゃあ、あと2つあるわけ。飛び降りてた。そうだね。ニャージロ、まず、苦戦。サポートの仲間。これね、僧侶、まず命大事にしていいです。なんか何もなさそうだからこそ行ってみたくなるこの感じ、わかります？ごめんね。マッピングっていうかなんかねえかなっていうのをちょっと見たいだけなんだけど、なんかあんじゃねえのみたいな。そしたらこの部分別に必要ないんじゃねえのみたいな。あの、この B の7のあの出っ張りがすげえ気になるとか。あの出っ張りめっちゃ気になるんですよ。実際なんかあることも多いじゃん。あ、溶岩か、これは。ほら、あったー。聖者の灰、呪いを浄化する聖者の位牌。神殿レイダメチスは不滅の要塞なり、たとえ破壊されようとも長き年月を経て、姿と形を変え存在し続けるだろう。プロミネンス。こいつとやり合ってたら聖水がいくらあってもクソ戦わなくちゃいけないから。ああ、よかったよかった、逃げ切れましたね。以外何もないな。でも、お？嘘？え？うわあ、マジかー。うーわ、マジかー。マジかよ。くそ、マジか。うわ、マジか。うわあ、はめられたわ。ひどい、ひどすぎる。通れると思った。残念、通行止めだ。くそ。まあいいや。
空っぽリストって見られるの知ってる？マジで？そんなのあんの？知らねえ。戦歴のところ。これか。おお。ゼロ、ゼロ。今いるマップに。あ、あと3つある。え、全部埋めたくなる。くそ、悔しい。なんだあいつは。やめた方がいい。やめた方がいい気がする。すごくやめた方がいい気がする。でもなんか倒したらなんか出てきそうな気がする。やめとこう。やめとく？やめとく？やめ、行こう。行くわ。普通は無理だ。ちょっと行ってみようか。ちょっと手出してみよう。ちょっと手出してみよう。ミスってやばくね。もう完全に足りてない。フリーズグレード。ちょっと食らってるんだけど。取れている。なんだと、なんだと、どういう性癖の持ち主なんだ。てか怒ったの。見とれた後は怒ったの。愛憎なの。力を貯めた。やめろ。ロストアタック。危ない、絶対危ない。押し出される。押し出される。おお。あ、でも別にそこまでじゃないの。勝てるの。普通に勝てる。やった。なんだ、全然勝てんじゃん。あ、なんもねえ。あ、なんもねえ。なんもねえっすわ。くそ、絶対なんかあると思ったのに。減ったのは MP だけっていうね。このやっちまった感ある。探索もしたいけど聖水を抑えなきゃいけないっていう。終了5分前。いや、図鑑が埋まった。確かに。あと5分枠取り直します。
カエル。なんだこいつ。うわあ、なんか来た。うわあ、待て。動くんかい。動くのかよ。びっくりしたな、もう。動くのかよ、お前。超ビビったじゃん。やめろよ。動かないもんだと思ってただろ。すっげえびっくりした。もう、ちょっと一回もうなんか、キレがいいのに、キリがいいのに枠を取り直し。取ります。枠を。